これから約20分ほどとなりますが、お付き合いいただけますようよろしくお願いします。そうしましたら、高橋成樹選手の、入場になります。拍手でお迎えください。まず最初に山形県立上山明神館高等学校校長の佐貝茂様よりお言葉をいただきたいと思います。佐貝様、よろしくお願いします。皆様こんにちは。校長の佐貝茂と申します。どうぞよろしくお願いします。まずは高橋成樹君、モンテイド山形への入団おめでとうございます。あなたが高校3年間で努力した成果がこのような形で実ったことを大変嬉しく思っております。成樹君は本校の食料生産科の3年生ですが、学校生活の中で友人がとても多く、クラスのリーダーとして授業の実習とか学校の行事などで日頃から活躍しております。また学校の生活をきちんとやりながらモンテのユースとして練習に、そして試合に頑張ってきたことをよく聞いているので、時間を有効に使いながら意欲を持って文武両道を成し遂げたということがよく分かっております。さらに声が大きく、よく廊下でも挨拶してくれるので先生方からも大変人気があります。今後は、入団後体をよりパワーアップしてもらって、ゲームで活躍してほしいと思います。私たち先生、そして生徒一同、成樹君を応援していきますので今後とも頑張ってください。以上です。ありがとうございます。続いて A クラブモンティリオ山形教科部部長石井はじめより加入にあたりご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは。本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。モンテディ山形、教科部の部長をしております石井と申します。よろしくお願いします。先日、上山明神館高校大学で、モンテディ山形ユースの高橋成樹選手がトップチームに昇格することが内定いたしましたので、ここにご報告させていただきます。高橋選手はこの夏、クラブユースの全国大会に出場し、この週末にあります J ユースカップでも活躍している選手です。今シーズンはトップチームにできるだけ多くのユースの選手たちをキャンプあるいはシーズン中のトレーニングマッチに呼んで育成してきました。その中の一人が高橋君です。彼の長所はまずその明るいキャラクター、性格の強さ、考え方が非常に前向きです。このことはプロ選手であるならば当然のことのように思われますが、最近の若い高校生大学生の選手を見ていると、これ非常に自分のを表現することが苦手な選手が多い。プレーがいいんだけどもコミュニケーション能力が低い選手というのがいるなというのが印象です。そんな中で、高橋選手は試合中非常によく声を出す、味方に、鼓舞する姿勢というのが非常に印象深かったです。このことは簡単なようですが、自信がなければできないことだと思います。そのキャラクター、新鮮な、姿勢というのをぜひ、チームに活力を与えてもらいたいなと、そのように思っております。プレー面では、センターバックにしては上背がない方ですが、跳躍力があります。単純に
ロングボールを跳ね返す能力、そして、攻撃力でも得点が期待される、そういった選手です。またサイドに流れた選手に対しての1対1、その粘り強く対応している、そういうプレーも評価いたしました。まあ、トータルな部分ではさらにレベルアップをする必要はあると思いますが、ここ山形で生まれ育った選手が強度の期待を一身に背負って長く愛される選手として育ってもらったらなと思います。まあ、彼が入ることでベテランの選手がまた意識を受けますし、若い選手が底上げを受けると、まあ、今年低迷したチームに新たな風を入れてもらえる、そういうことを期待したいと思っています。私の方から以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。ここで加入が内定した高橋成樹選手に、ヘイクラブ評価部長の石井の方より、ユニフォームを渡して着用いただきたいと思います。高橋成樹選手と、石井部長、起立の上お渡しいただければと思います。はい、はい、でこのまま、前にユニフォームを前にして、はい、でそのまま前を向いてください。ではテレビカメラの先にお願いします。はい、10秒数えます。10はい、テレビカメラ大丈夫でしょうか。もしこちらでお願いします。はい、じゃあもう一回正面見てください。後で単独ショットは撮りますんでお願いします。石部長横にもう一度立っていただいて、はい、じゃあ今回短めでいきます。テレビカメラからいきます。5秒ございます。はい、このまま、高橋成樹選手の、モンティディオ山形加入内定を受けての挨拶と抱負などをいただきたいと思います。高橋成樹選手お願いします。マイクの方使ってください。こんにちは。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。来シーズントップチームに昇格することになりました高橋成樹です。まずは小さい頃からの夢であったプロサッカー選手になるという夢を、僕の大好きなこのモンティディオ山形というチームで叶えられて本当に嬉しく思います。僕がここまで来れたのも今まで支えてくださった家族、友人、監督、スタッフ、そしてチームメイトがいたからです。僕は小学校2年生の時に上根はカメレオン FC でサッカーを始めて、そこでマサルさんに出会って本気でサッカー選手になりたいと思いました。小学校の4年間上根はカメレオン FC で本当にサッカーの楽しさを教えてもらって、それがあったからこそ今こんなにもサッカーを好きになれたと思いますし、クラブにはジュニアユースから6年間本当にお世話になって、一人のサッカー選手としてだけでなく一人の人間としても一回りも二回りも大きくしてもらいました。僕はそして今回トップチームに上げるという決断を下してもらったことをクラブに後悔させないように結果を出したいと思います。これからは自分のためだけではなく自分を信じて応援してくれているサポーターのためにもより一層頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。着席の方お願いいたします。ありますでしょうか。
今日担任の、深見先生も来ておりますので、ちょっと逆に、こちらの方から、鳴木選手のですね、学校生活に関して、ぜひコメントいただければというふうに思います。座ったまま。はい、座ったままで。はい。はい、高橋鳴木の担任をしてます深見と申します。彼は所属が食料生産科というふうなコースにいて、まあ、学業だけでなくて実習科目も多いコースでやってます。クラスメートもかなり個性的で、農業クラブなどの取り組みで、全国大会で最優秀を取るような生徒が集まっているような元気のある、クラスです。まあ、その中で、いつも彼はムードメーカーになって、まあ、いい流れをクラスに作ってくれているかなと思っています。特に今年はあの体育祭、年に一度の体育祭なんですけども、まあ、そこで、総合優勝を勝ち取るそのクラスをまとめて、引っ張って、そしてその栄冠をもぎ取ってくれたというふうなことで、モンテディオに、まあ、入団した際も、まあ、いろんなゲームの流れとかムードとかあると思うんですけども、まあ、そういう面で力をきっと発揮してくれるのではないかなと思います。まあ、学校生活では、まあ、学校が終わると毎日すぐに天童の石取りのグラウンドまで通っていました。まあ、そういうふうな生活の中で学業とその学校でのテストなどもありますので、まあ、そういうふうなものを彼なりに努力して両立してこれまで頑張ってくれたのではないかなと思ってます。卒業までまだしばらくありますが、この後も上田名神館の生徒としてしっかり頑張っていただきたいですし、またトップチームに上がったら自分の実力をしっかり出せる選手として、これからもしっかりトレーニングの方を積んでもらいたいなと思ってます。頑張ってください。以上です。おめでとう。はい、じゃあこのまま正面向いてください。じゃあ、テレビカメラの方からまたお願いします。片付けてか。あ、片付けてか。片付けてか。この横にな。やる気こっち。こうプロになるって息子さん聞いたときに、はい、お母さんどういう感想を持ちました？何が何でも応援していこうと思いました。どんな選手になってほしいですか？山形の代表として山形の人に愛される選手になってほしいと思います。おめでとうございます。